私取られた？まさかゲーム内の女と浮気するなんて。残ったのは無駄に育ったキャラだけとか。あれ？この能面アフロ誰だっけ？ああ、山田。聞いてよ、なんかこのゲームがきっかけで浮気されちゃったみたいでさ。そうっすか。まあ興味はないっすね。山田嫌い。これだからゲームする男なんて。大丈夫っすか。興味ないっすね。恋愛とかゲームしてる方が楽しいし。うわー、イケメンの無駄遣い。二人って何？知り合いってなんで？ちょっと一言では言えないです。言えるよ。アカネッチ、ハロー。瑠璃姫の中の人やってます。キャー。すいませんけど、そろそろボス脇の時間なんで。待てー。あんなに落ち込んでたのに元気になるもんなんだな。アキトにはこういう分かりやすい子が合うと思うんだよね。アカネさんは山田。よくわからないですよ。山田が修理に来てくれたの？チュス。山田いいやつ。俺が取りました。なんとなくそうしたくなって。いつか誰かに出会う、そんな気がしてる。なんでこんな優しいんだろう、私なんかのために。ちょっと話したいことがあるんだけど、いいかな？鈍感だけど器もでかいから、ありのままで大丈夫。恋愛はタイミングが大事だからね。あんまり喋らないのは余計なことを言うのが怖いだけです。ただのつまんないやつだって。つまんなくないよ、面白いって言ったじゃん。信じていいよ。それ書いた人知ってる？山田くんの好きな人だね。はい。いつ好きになったのか考えてもあんまり思い出せないな。ただあんまり笑わないあいつが笑ってくれると嬉しくなったり、気づかないふりしようとしたり、ただの友達だって言い聞かせたり、そんな風にごまかしてもあんまり意味はなかったな。ねえ、山田って私のこと好きなの？いや、そのだって手がバレたか。私に触れる手が好きです。俺茜さんのことずっとそう言ってる気がした。さっき何が言いたかったんですか？一緒に歩くときは手をつなぎたいなって言ってた。伝え方難解すぎませんか？改善しとくね。お願いします。山田くんとレベル999の恋をする。